スポンサー制度とお願いします。ありがとうございます。 OK、 はい、ありがとうございます。さっさ、たまにはドマンとか行ってみようか。バカな、まあ角は埋まってんだけど、であるなら。地に足ついて花々行ってみましょう。この間何回でも言ったけどな、朝からね花々ジャグラーを打つ頻度が今年だいぶ、うん、減りましたんで、まあ、おかげさまで、うん、トータル収支の方はまあまあどうにかこうにかまとまっているんだけど、ただまあ回数減ったとはいえね、まあそうだな、それもこれも花々とジャグラーのおかげというのもあるんだよね。まずね、その日本柱がね、まあ、今年はすごくいいかって言われたらそんなこともないんだけど、マリオ長良橋の花々筆頭にですね、決まって花々を打つお店、決まってジャグラーを打つお店、特に花々ね、がね、まあ安定してる。あと、そうだな、まあ横付きで打ってるさ、パチンコが案外ね、どうにかなってるっていうのも、一つまあ、収支がまあ荒れてない一つの理由ではあるんだけど、2023年今日が10月の21日なんですが、昨日終えた時点でマイナス3万3000円、プラスとマイナスを、ね、行ったり来たりしてんだけど、今月の頭の段階ではねちょっと勝ってたんだけど、まあ、微妙にマイナス入ってきたんだな。ボルジャケの負けが響いてんな。あ、そうだ、今年そうね、乗り打ちというか牛尾さん出しの企画でアホみたいに負けてるやつがあるんだけど、いくつかで、ただまあそういうのがありつつ、まあ、どうにかなっているんで、ちょっとまあ店舗の、ね、単体のというか店舗のましや機種単体の趣旨とかも出してないから分かんないけど、まあ、マリオン長良橋のハラハラとかなんかはもう本当ありがとうございますレベルよねっていうのがあるからどうにかなってんのよ。まあ、今年マリオンで、まあ、バルブレイブ打ったりとかさ、他の機種でうつつを抜かしてんのとかもあるんだけど、今年いや勝ってるよやっぱり。あのね、全てをひっくるめるとマリオン長良橋がプラス4000倍ぐらいなんですよ。ただ初期の頃割と、うん、勝てない時期が結構あったんだよね。ほらそれこそスロガスドラマーとかと一緒にやってるやつとか、ただもうそう、うん、今年はだから4000倍どこじゃないよ、うん、結構なもんなはずで、じゃあそのマリオン長良橋で何売ってんのって言ったら、主にやっぱ花々ってなるから、その底支えがやっぱ相当効いてると思うのよ今年は。なんかもう最近はさ、なんか花々ダメだったらジャグラーでとかさ、ジャグラーダメだったらアクロスでとかさ、そこまで行かずにもう片付いちゃってるもんね。でいいよ、84ゲーム2000円。あ、いやいいいいいい、オッケーオッケー、いいですいいです。緑、こないださ7夜で打ったやつ、暖色2の寒色10とかになって、でしかもまあまあビッグもレギュラーも良くてさっていうのがあったんだけど、奇数じゃなかったらしいんだよねと1対6だよ、で偶数だったっていうね。あ、6じゃなかったと、ちなみにね俺は、うん、完食だけど場合じゃ6まであるなと思ったら、うん、そこはきっぱり否定されたけど、対6でもうそんなの偶数じゃないや、あの奇数って決めつけてしまうレベルじゃないなんだけど、本来2対1のものが1対6になっても奇数の可能性があるっていう、奇数じゃない偶数の可能性があるっていう、可能性があるというか偶数だったというね、もうその動画上がってるのかどうか分かんないけど、
あ、まあまあこれが上がってる時にはもうさ当然上がってるか。だから僕がまあまあいいペースで、ね、7夜でボーナスを引いてで、うん、綺麗に勝った動画が直近で上がってると思うんだけど、まあ、その時のねレギュラーのランプの挙動に注目してもらいたい。あれでね偶数っていうか、まあ結論から言って4なんだけど、んなことがあるんだっていうね、耳を疑ったよね。結構ね、僕ら役得じゃないけどさ、終わった後とかさ、なんだったら次にいた時とかにさ、その時の結果とかをね聞けることがあるんだけど、店によってはで、それをまあこういう収録に生かしたいと思ってるんだけど、ほんとね、だからそういうことがあるとやっぱ決めつけたりとかね、思い込んだりするのは良くねえなと思うよね。さすがに奇数は間違いないとか思っちゃってたもんな。奇数を疑う余地がないぐらいのこと思ってたもんな。あのね、どこまで行ってもいろんな可能性があるということを思っといた方がいいよ。はなはなジャグラーね打ってる人は特に決めつけは良くない。結構設定とか言い切る人いるじゃない。これはあって読んだ、なんだったら中間設定だとかさ、ざっくりした予想も含めてね。これね、はなはな打ちって結構ねその設定をね明言する人多いのよ。まあなんだろう、予想できてしまうなんかその要素が結構いっぱいあるじゃない。まあまあそこがまた面白いところなんだと思うんだけど、ジャグラー違うところだしね。で結構みんな、おいいよ50、みんな自信満々さ、今今日これの台は設定こうこうこうだとかさ、みたいなことをね言うんだけど、緑からの青ね、でこれで奇数挙動ってまあ一応なるわけじゃん。ところがなのよ、ほんとに当たんねえから。ただ一個言えんのは、上の方はねなんやかんや勝つ、うん、粘ってれば、うん、いい店、日常的に個性を使ってるであろうお店でやっぱその分かりやすく出てる台、うん、出玉がついてきてる台、うん、とかは軽視しない方がいいと思うよ。たまにいるじゃん、出ててもさ、いやこれ中間あっても多分中間設定ぐらいだと思うんすよねみたいな、ビッグシュースイカ全然落ちないしとか、いやあんのよ、うん、これも一回あったもんな、なんかとかで適当なとこでやめたら、ケツそっから俺ビッグのさすんげえ上振れで、それこそ半日も、うん、経ってないぐらいかで2500600枚ぐらいペロッと出てさ、これ、うん、これはちょっとおじさんマジックだったんじゃねえかなみたいなのであれしたら、その後2時過ぎぐらいからあと打った人そっから6000枚とか出したとかってね、でそれは6だったっすよな、うん、みたいなね、まあ、かまほられたとは言わないけど、もう満足してやめちゃったからね。ほんとね、いろんなことあるよ。ちなみに俺はその時は本当中間設定ぐらいの上振れだと思ってた、うん、化け引かないし、なんかビクシュズね、ビクそんだけいてもスイカ大して落ちないし、なんかほんとものの2000ゲームぐらいでね、2000ちょいか4500回したんだけど、でビク18とか引いたんだよね。ただスイカが7、8回とか、まあ何しろビクに2回に1回落ちてないぐらいの、要はもう1ぐらいのペースだと思うのよ。で化けもついてこなかったし、これはおじさんマジックで上振れありがとうの回だったんじゃねえかなとかって思ってたら、とんでもなかった。だから出玉が一番正直みたいなこととこうやっぱ確かにあるなと、まあ、打ってる最中はねいろんな部分をこう見てさ、そこ総合的に判断するんだけど、結果なんか出玉だけ見てんのが一番当たるみたいなね、上下だけだったらね、それが4なのか5なのか6なのかとかね、この辺はね、まあいやこれは間違いないと思って実際6でしたって、それはあるけどさ、案外ねそのやっぱ綺麗に整わないから、だから過去そうだな、うん、まあやっぱり6っていうケースと、えあれが6っていうのと、6ですら半々ぐらいよ多分、うん、6ですら半々ぐらいだとっていう感覚だから、4とか5とかみたいなとこだともっと多分精度は下がってるはずだからね、うん、ね、面白いよね本当に、奥が深い、どんだけ打ち込んでもわからんもんはわからん。バリオン長良橋西店でおはよう2連続化けはチャンス到来だと思って間違いありませんので、ここは当然の続行ね、まあ、低路に引っ張られて投資いっちゃうみたいなこともあるんだけど、ただね結局これ続けてるのがね一番間違いないんだよね。あの設定入ってる店のマジでおはよう化け先行は、うん、
あの打ってよし、うん、っていう台をかけてドボンクしたこともあるんだけど、結局ね、うん、それが一番負けないまであんだよね。もうこれも花々に限らずジャグラーも案外そうなんだけど、それやってるのが一番結局一番健全だから、どこを信じるかみたいなとこあるじゃない。そんなさ、さまあ設定推測要素というかさ、そんなまあたくさんあるわけじゃないんだけど、結論花々もジャグラーも俺は化けだけ見とくのが一番、うん、間違いないんじゃないかなともう思っちゃってるね。これはもう長年の積み重ねというか、結局そこを追っかけて打ち続けてる時が、うん、一番負けてない、これは間違いない。もちろんね、当てが外れることもあるよ。やっぱ合算でとかさ、いろいろあるじゃん味方って。けどあともう一個言えるのは、ビッグはマジで当てにならん。花花もジャグラーも引けてる分には負けないから、別に、うん、引けてる分には続けてもいいっていう考え方もあると思うけど、ただなんか台をじゃあ選ぶ時とかの、うん、基準として、まあもちろんね、ある程度時間経ったらさ、その台のまあね、その表面的に見えるビッグの確率だったりレギュラーの確率だったりなんだったりっていうところで選ぶしかないわけじゃん。っていう時に、うん、やっぱビッグの確率はもう本当苦しかとしてもいいんじゃないかなともう思っちゃってるよね。まあいいに越したことはないんだろうけど、かといって悪かったからって、まあこれがじゃあ5000ゲーム回ってます、回ってますとか6000ゲーム回ってますとかあったら多少はね話変わるんだけど、でもまあそんなに当てになるもんでもないかんじゃないかなと、うん、個人的には思うよ。それはましてや1000ゲームとか2000ゲームとかさだったら、もう本当花花よりジャグラーの方がその気強いけどね。もうジャグラーに関してはもうフルシカトぐらいの感覚ではある。特にアイムジャグラーとかマイジャグラーとかね、ゴーゴージャグラーとかでも、まあ、ジャグラーも全部だな言ったらな。負けが良ければもうビッグはもう全部目をつぶると。総ゲーム数が今530ゲームぴったり、265分の1レギュラーが、これはやめちゃダメなのよ。まだセオリー的にはね、後ろ的セオリー的にはね、たまたま朝2回負けを引いただけ、中身伴わず、これもまあ当然あるんだけど、で闇雲にまた00の台を耕すよりはまだ、うん、やってた方がいいんじゃないかなと思う。まあ2万ぐらいまではまあ大丈夫なんだけど、その辺からね、まあ、1000枚を超えたりしてしまうと、やっぱねしっかり勝って帰れないみたいなねことになるんでね、1万円はいいけどやっぱ2万円はやめてほしい。でなんだったらもう一歩踏み込むと肝心のレギュラーの確率がまた微妙になっちゃうからね。これが400分の1とかってなるとまた話変わるからね。で上がって400じゃなくて下がって400だから、うん、ちょっとこの幅にだけさっさと決着つけてえな。まあ半日も打ってたら 4,500 ぐらいのハマりはそれ1回2回あるんですよ。それは分かってるんで、まあなるだけねこう早いタイミングで金入れてる時に来てほしくはないんだけど、まあ、こればっかりはしょうがないと。でこのハマりを抜けた後どうなるかをねちょっと見てみたいんだけどさ、うい526、だいぶ勝ったよ。660ゲーム総ゲーム数がね、ま、うーん、まあ伸びしろ考えると化けでもいいような気がするけど、ただちょっと11本だからビッグ OK、うん、うん、まあここからだな。うん、健康挙動ということでね。で水が落ちなかったけど、まあこっからよ。でこのビッグの出玉がそれこそストレートで飲まれちゃうようだと、もうレギュラーの確率もろともね、あのもろもろ下がりますんで、うん、そこまでやればまあ、うん、見切ってもいいかなという、うん、感じにはなるんだけど、ただまあ前向きにね追加投資してきましたんで、ここは上がってもらわないと困るよな、うん、一応闇雲に粘ってたわけではないからね。で何だったら一発当たりが取れればいいとかそういう話でもないからね。あんま見立てを外してきてないからね。いやこういう立ち上がりでドボンでしたはね、免疫がねえぞ。ちょっと雲行きが怪しいな。今102ゲームだから早いのなし。おかげさまで、まあ、レギュラーというか総ゲーム数が700
局今これ4ゲームなんで、もうもはやとても良くはないんだよね。まだまだ、うん、まだあるかなぐらいのレベルまでは下がった。ただまあよく聞く話というかね、お仲間の店長とかがさってやって、例えば6を使いましたで、朝案の定こんな感じになっちゃいましたで、まあやめるわけじゃん、うん、で結果はもうそのまま閉店まで誰も打ってくれなかった。これ一番ね、あの入れてる側の人がね、がっかりするパターンなのよ、うん、気づいてもらえないっていうね。で何だったら入ってないとか言われるからそういう店長陣の気持ちを考えると、ちょっと展開微妙だなとか思う台でも気づいてあげたいなというね、そういうなんかね、うん、まあ、やってる側のね心情というのもね実はあるのよ、うん、もしこの台があるんだとすれば、ここでやめるとおそらくしばらく空き台なんじゃないかっていうぐらいの確率まで落ちちゃってるから。ただまあな、当たんない台ね、粘ってらんねえからな。いやー、ここストレートドボンはちょっとやってねえんだけどな。あー、まずい、非常にまずいです。ちょっとタイム一回周り見てくる。反応してる台は当然空いてないしね。で、まあ、0-0 のやつを耕すかどうかというところなんですが、ちょっとなんかね傾向というか、うん、場所とかね台盤とかみたいなの見えてくるとまた話別なんだけど、まあ、回転してまだ1時間だからな、わかんねえやな。まあ、かといってまあだらだら、ね、当たらない台を粘り続けるのもまあどうかとは思うんだけど、ちょうどねそのいい台を捨てがちなタイミングなのよ。800から1000ゲームぐらい回してで、ボーナス3回とかしか引けずで、ああまあまあさすがにしんどいわねつってやめたら、実はっていうケースがね、まあ、捨てる時って本当そんな感じなんだよね。であっちへフラフラ、こっちへフラフラして、うん、傷口が広がって、でなんだったら最後一か八かの勝負してとどめ刺されるみたいな。それじゃしょうがないんで、これと決めたらね、やっぱある程度、うん、割り切って粘ることも大事である。ともちろん、ね、当たり取れてないからそれはまあ良くはないよ、良くはないけど、じゃあ移動してね、移動先で当たりが取れるとも限らないから、うん、であるならちょっとでもまあいい部分がね見受けられた台を打っとくというのは、うん、まあ、こっちの方がまあどうなんだろうな。まあ粘り倒せばどうせ、うん、金に負けたとしてもそこまで大したことにはならないんで。でさ、まあ、1台目これ1万3000入れてるんですけど、これ2台目3台目ってなるともうそんなに入れれないんだよね。だから結局、うん、短い付き合いの中でたまたま反応してくれることをまあ期待するしかないみたいな状況になるから、どんどん精度が下がってくるのよ、耕す台数が増えれば増えるほどね。まあ、なんだったらたまたま出たビッグの持ち玉で耕してるとか、それだったらまあ全然 OK なんだけど、そうでもないとね、もう物の 4,5 千とかで見切り出すからね。結果まあいい台に当たってたとしても、まあ、捨てやすくなるというかね、捨てがちになるんだよ余計。どこまでやろうかねこれ。まあ1-3だろ、 1-5で、まあ、間もなく1000なんだよね。で、まあ、割り切ってやりきるという手もあるんだけど、どっちがいいかな。ただもうこれで2台目とかいって1万円とか入れれねえんだよな。やっぱ入れて花々2万までみたいなさ、じゃないとそのライン超えるといい台に当たってんだったらいいんだけどさ、耕しながらの2万はね、もう、うん、半日の実戦だとほぼ致命傷だから、ね、一山掘れればなんとかなるんですよ、ハラハラなんていうのは。1000枚持ってる時間があれば、もうその日、基本的にもう大負けはないからね。で、1000枚なんか一山じゃない。で、この際、1000枚は出るのよ。いやー、でも500オーバーの後の、もう間もなく300なんだけど、ちょっとしんどいよ。もう1000円入れると総ゲーム数がまあ1000ぐらいになります。393レグね、総投資が 17K になってる。でまた化けってとこが小意地らしいよな。これで1107ゲームで化け3回だから、まだちょっとありそうだもんな。粘り倒してみたら
割とどうにかなりましたパターンってことある？まあ、限界が近いのは間違いないんだけど、最近あんまそういうのやってねえよな。で、我慢が足らなくて捨ててましたはたまにあんのよ、ね、朝の化け逃げに引っ張られてやりすぎじゃねえかという向きもあろうかと思いますが、あれがね、実はこの台の真髄だったりっていうこともあるからね。で、今1100でしょ。これがまあ2000とか超えてくるとある程度整っちゃったりするんだけど、そこまでいけんのかっていうね。なんかギリギリのところで持ち玉でやれてる分にはね粘れんだけど。で、化けのランプが緑に青1か、うん、オール完食。おい、すごい144、これ持ち玉オッケー。まあいい、まあここまで来てるからもうちょっと細かいところには目つぶろ。もうそれより何よりも何しろ当たり取ることだ。ああ、そういえばちょっと前に今年オールナイトだったら何打とうかみたいな話したと思うんだけど、どうやら今年はオールナイト営業はあるけど、そのまたライターとか演者とか、ね、タレントとかみたいなのを呼ぶという企画自体はなしになったみたいだね。まあまあそれでもやるところをやるというか行く人は行くんだろうけど、今年はあるかなと思ってたんだけどな。でも去年一昨年に比べるとね、だいぶパチスロに関してはさ、選択肢の幅が広がったというか、前向きにねお金を入れれる機会がだいぶ増えましたんで、まあ面白いことは起こりそうな気がするけどね。オールナイト営業ゆえのコンプリートとかあるんじゃない？まあもし、うん、行くとなったら個人的にはバルブレイブかカラクリサーカスを打ちたいなと思ってたけどね。やっぱまあ、うん、北斗とかその辺だとなんやかややっぱ設定の依存度が露呈してしまうんじゃないかとか、明るみに出てしまうんじゃないかという気がするからさ、いよいよ、うん、1でもなんとかなる台、バカみたいに出る可能性がある台を打った方がいいとは思うんだよな、長い時間打つならね。ただなんか近年のオールナイトに関してはさ、あながちベタピンじゃないっていうか、むしろまあまあいいの使ってる店があるっていうさ、そういう噂もあるからさ、あながちそのね、いい台を掴んでしっかり勝つみたいなのがない話じゃないっていうね。だからいい意味での、うん、間違い狙いみたいなに限った話じゃないと、うん、いうのもあんのよ、自己待ちみたいな、うん、ちゃんと勝ちがある店もあるから。だからありそうな店でやる分にはやっぱとりあえずひとまずちゃんと探した方がいいんだろうね。まあありそうな店には多分とんでもないぐらい人が行くから、うん、探すも何も空き台がないみたいな状況も予想されるんだけど、ただ去年一昨年とかのオールナイトに比べるとだいぶ、うん、楽しいんじゃないかなと思うよね。まあもちろんそれなりの台取れればの話だけど、5号機のそれこそ凱旋とかがね、ハーデスとかあの辺があった頃のノリにだいぶ近づきつつあるんじゃないかなとは思う。まあ 6.5 号機に関してはね、入れた分プラスアルファは返ってくるわけだから、うん、一撃でね、どこまで頑張っても2400万しか出ませんってなるとさ、オールナイトとかでさ、じゃあ10万入っちゃったらどうするんだって話になるからさ、それはねちょっとあんま、うん、俺は面白いとは思わないんだよな。これ持ち玉でなんとかならないようだとさすがにまあこの辺までかなっていう段階にはもう入ってきてるよ。1200が中2ゲームでボーナス5回だからね、まあ、単純に、うん、俺がやれてないやれない日という可能性もあるけど、ただまあこのままじゃまあやっぱ粘れるわけないからね。おう、滑り込んでまた277、うん、コイン持ちで耐えてる。いやーまあよかないんだけどな。うん、とりあえずスイカが1回落ちたけど、うん、まあ一応ビッグ3でスイカ1だからな、まあ、うん、
ギリギリもう飲まれたらやめだなみたいなところでさ、まあ、ギリギリ持ち玉でやれてんだけど、当たりがね繋がってる分にはまあやるけどさ、ただまあいい加減何かが上がってこないとまずいはまずいよ。こういう展開からな逆転とかまで持ってけようもんならね、でなんかいかにも粘り勝ちみたいな感じだね。そういうの気持ちいいんだけどな。合算でもう263まで行ってるから、もうありとあらゆる設定において下振れしてますんで、まあね1の合算を下回ってる時点でまあ個人的にやれない日であるというのはもう分かってるんだけど、とてまあやっぱり一定以上回したら寄ってくるのがパスローであり花々だと思うんだよな、まあ、寄ってくるっていうかまあ整ってくるのかな。いやー163、まあ繋がってはいるけど、うーん、あー馬脚祭、うん、緑に青1からの黄色ね、えこの後のこともあるから、なんならねせめて化けだけでも跳ねといてもらえると、ね、ちょっとは前向きに打てんだけど、まあ、1637ゲームで4回だから今、まあ、多めに見れるレベルではあるけど、ね、ただまあいいかって言われたらもう微妙だもんな。ただもう一発引けちゃうと話は変わる。だからここ化け2連とかあるよ。そもそも、ね、化けの確率を追っかけてここまで、ね、粘ってきたわけだぜ。2000ゲームから先までまあ粘れればある程度のところまで、ね、整ってくるという、ね、あの経験則ですけどもっていうのがあるんで、そこまで粘れれば、うん、その辺からまあなんとかなんじゃねえかなとかちょっと思ってたりはするんだけど、おうちょっとちゃんと狙えてなかったけど左は滑っててで、うん、この位置はこれ当たってるわ。30よしよしよし、オーケー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 、よし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 、まだなんとかなるかも。ただまだ4の4で208分の1だから、まだ設定の断りの外側にいるからな。さあ頑張れ。花花は2000ゲームぐらいのところから案の定整ってくるというのをお見せしたい。上がってくんだらこの辺だと思うんだけど上がってこねえのよ、ね、今もようやく早いの引いてね、もしかしたらみたいな雰囲気には一瞬なったんだけどね、一瞬ね。ただ後が続かず、あーダメなりにもうちょいなんか出てる時間とかがね多少あってくれてもいいような気もするんだけど、あ最後はしっかりハマって終わりそうだな。300今20ゲーム、おはようバケ2連でも勝った気になっちゃったよな。まあまあここまで回せばもういいだろう、2000だもんね。マイナス17000円って言ってたらこのクレジットとかでまたギリギリのところでさ当たったりしね、まあよう頑張ったけどな、あ当たんないなりに。で17000っていうのがまたちょっと微妙なんだよな。やけのヤンパチ作戦に出るにはなんかちょっと早いような気もするし、はい飲まれで、あっ怖だな。このぐらいだったらまだ可能性あるんだろう。パッと出てちょっとねそこから下ってるんだけど、まあ、900ゲームで4の3まで行ったというで直前の話だからね。いやこんなのはまだ可能性ありますよ。てかもうっていうとこから探っていかないともうしょうがない時間帯だからね。いやまあ残り時間考えると、まあ、せいぜいまあ2万5000円ぐらいのとこまでかなとも思うんだけどね。でそれでどうもならなかったらまあもう多分ハラハラじゃ帰ってこないから、と一発逆転狙いに切り替えなきゃいけないのかなと思うんですけど、最近マリオンでそこまで追い込まれることがなかったからね。よしさあプレミアパターン3000か、全部で2万。いやオッケーオッケー、枚数でいうと920枚なぐらいならなんとかなるよ。
とりあえず初手ビッグ、スイカ1回ね。ここでまあビッグでもレギュラーでも早いの一発取れると、がぜん個性的の合算になるんだけどね。で、何気に今300何本はまったけど、あ、242回はまったけど、その前が、372の前が210、で2連続で200超えてんだよね。この台が本当にいいやつなんだとしたら、まあ、3連続200オーバー、うん、まあそれあるけど、あるけど、まああんまないよね。いいやつ、なんだったらじゃあ5とか6とか、その辺の半日とか打ってて、200を3連続で超えるとか、まあ1回とかあるかもしれないけど、でもまあもう、本当そういうレベルだと思うよ。まあ、ダメな時はそりゃね、連続ではまるんだけど。ただそんなはめれるもんでもないからね、実際のとこ。だってまあ、合算の分母ゲーム数回したら6割強ぐらい当たっちゃうわけだから、やっぱね、はめるより当てる方が簡単なんだよね。ねえ、ここ3000円で当たりましたんで、まあまあいいんだけど、ただ、まあ進捗状況的にこの台もこれが飲まれちゃうだとまた特にね続ける理由なくなっちゃうからね。ここでなんとかしなきゃいけないんだけど、156、よし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 、うん、まあ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 ギリギリだな。ここはスイカ落ちず、それに関してはね、もう贅沢言えるような状況じゃないから、もう当たりが取れればもういいよ。よい、74、あー、まあ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 いいや。緑ね、もう時間ないから、もうそういう細かいのちょっともう割愛しますけど、合算はとりあえず上がってきてるね。1535ゲームで6の4、合算153、脈が出てきたんじゃねえか。どうにも上がってきそうで上がってこねえな。この台に関してはまあ戦えてんだけどね、時間ももうあと1時間ちょいぐらいなんだよな。いやー、いけそうでいけないね。一応まあ持ち玉があるうちはまあ続行なんですけど、が飲まれたら最後どっかで一発逆転狙いだよな。残り1時間切ってるとこだったら、最後パチンコとかでもいいかもしれないな。なんやかや持ち玉で回してるゲーム数ももうそれなり以上にはなってるんで、どっかでね、じゃあなんか玉持ってる時間帯がねあってもよかったと思うんだけど、ビッグが引けてないからって、いやそれまでなんだけど、どうにもな、あの沸点が低いっていうのかな、一番玉持ってる時でも400枚ないぐらいじゃねえかな、300何十枚とかじゃねえかなと、やっぱ悶々としちゃうよね。まあだらだらと当たりは取れたんだけど、固め打ちが全くできなかった。でもまあなんやかや、まあそれでもまあ粘ってると、まあ極端にやっぱ大きく負けることはないという、まあ、その証明にはなってるような気がするけど、ただまあ大負けしなきゃいいとかそういう話でもねえかんな。ねえ、150分の1ぐらいまで上がった合算が今まあ376円もはまっちゃってるんだけど、おかげさまで、ね、また190分の1とかになってる。万事休すだな。いやー飲まれた、ここまでだな。まあダメだったけど、まあここをとりあえず3000円で決着つくからね、まあそれはよかったと思う。アタネースでね、また1枚とか入っちゃってたら、それはそれでね、やっぱ傷口余計開いてたんで、今日のところは花々はまあこんなもんだろう。で、3、40分は待ってんだよね。3、40分で920枚分、まあ、2枚分で、ね、ひっくり返そうと思ったら、まあまあまあパチンコ以外でもまあ一発あるやつ打っちゃいいんだけどな。ただまあ一発当てちまえばっていうところでパチンコの方がまあ話が早いかねえ。早いパチンコいろいろ出たけど、結論ジャギが一番早いでしょ。時速確か7万ぐらい出るんだよねこの台ね。でまあ何度か、ある程度出したことあるのよ。 2,
2万発3万発とかそのぐらいまであんだよね、うん、出たての頃まあまあ打ってたんだよ。なんかもうちょっと流行ってもよかったような気がするんだけどな。もうまあ199分の1だからまあライトミドルってことなんだけど、通っちゃった先はもう今時のね319の出る系のやつともう変わんないからね。ただ引っかかっちゃいけないのが199だけど結果通るのが3分の1ぐらいだから199の3分の1だからまあ約600分の1強ぐらいになるのかな。ってことはつまり319分の1の2分の1とあんま変わんないっていうね。だから、うん、目指してるゴールに届く確率に直すと、まあ、今時の319と、まあ、変わんないんだよね。ただまあ入り口が199って言われるとなんか、うん、やれそうな気がちょっとするっていうね。だから199で当てながらその入り口の3分の1をむしろ2分の1ぐらいで引っ張ってくるぐらいの上振れができればめちゃめちゃ出るわけよ。逆に初当たりどんだけポン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 ね199だからって上振れで引いても突入の3分の1のとこを持ってこれないと、ね、全く球増えないから、なんだろうイメージ的にはなんだろうな、それこそ天竜とかさ天下一戦とかああいうのになんか近い感じするんだよね。あとまあリノとかさ、うん、リノに近いかな、ね、トマトは確かにあんま落ちないけど三択を2分の1ぐらいでてかなんだったら全部当てるぐらいのつもりで打てば、ね、設定なんか関係ないみたいなさ、あのテンションに近いかなジャギは。うおい激アツ、急に話変わったな。なになに、なんかめちゃめちゃ地味な感じで疑似連射走り始めたんだけど、ちょっと事情がつかめん。確定、いやなかなか見せるね。赤くはならず。赤まで行かない？てか激アツって出た以外、ああ赤は行くか。頼む。おい。ナイスナイス、43回転。ちょっとこの流れちょっとありそうじゃない？よしよしよし、ひとまず作戦成功。これ一発勝負なんだっけ、要はタイミングだよな。よし、いきます、頼む。一回戦負けとかだけはやめろ。よしよしよし、もうブルってるブルってる、もうブルってる、よし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 、
いいよいいよ。赤文字とかそういうのがいいんだよ多分な。よし、ある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 、ありますあります。いやここまで来たら頼む。いやここまで来れると思ってなかったけど、かくなる上はよ。よいやったね。ああやったわ。こうなっちゃったらもう強いぞジャギは。さあじゃあ今から1時間で 7万発出します。投資が全部で2万3500円だからね。ああとかこれで入れて、この時のなんか、うん、なんかもうこ、ああ、赤い赤い赤い、大丈夫、大丈夫、大丈夫、もうこの時点で結構大丈夫。なんかチャンスアップがでも1個でも出れば結構な影響で当たるのよ。オッケー。一応継続率は 81% ってことになってます。あー間宮さんは大丈夫だろう。星4つ、あーバズーカ、もうこれももう出た瞬間ほぼ大丈夫、ね、半分削ってるしな。あーレインボーナイス。いやーいいよ。赤いオッケー。いやいいぞ、いいですいいです。はい、ナイス。順調順調。バットも大丈夫だね。ああ星4つ。ドーンと削れ、ああ半分削った、オッケー。あー、強攻撃、オッケー、これで逆転ね。ね、ここでレインボーとかもあるんだけどね。弱めの人で、弱めの人、あー暮らすにはなったけど、早速ピンチなんじゃないこれ。今んとこいいことは一つもない。ちょっと早いぞ。まだよまだよ、あの最後のカウントダウンのところで復活があるから。これっていうか押してんだけど何も出ねえんだけど、あおかげで勝ったからな、うん、いやこれはもうありがとうだよ、うん、
投資が全部で2万3500円だからな。逆転逆転。はい、見てください、投資2万3000からの7337束ね。まあもうちょい欲しかったっちゃもうちょい欲しかったけど、まあもういよいよ追い込まれて、ここに1万円入れて3万円負けでフィニッシュまで見えちゃってたから全然 OK だよね、うん、でまあちょっとねハラハラ、うん、今日やれなかったですけど、まあここのとこやりすぎてたっていうのがあるんで、まあそれはまあたまにはねこういうこともあるだろうということですね。でハラハラダメだったけど、やっぱり風は吹いてましたよね、どうにかこうにかね、ダメな日でもこうやって運勝ちするっていうね、うん、大事なことなんでね、はい。まあ本当はでもハラハラなりやっぱパチスロの方でねなんとかしたいんで、まあまた次回、うん、今一度ふんどしを締め直してですね頑張ろうと思います。ありがとうございました。